軍事空でターゴに拘束されたミャンマー民主化の指導者アウン・サン・スー・チー氏が収監先の刑務所から移送されたことが分かりましたただ移送先などの詳細は明らかになっておらず様々な憶測が広がっています関係者によりますとミャンマーの首都ネピドーにある刑務所で収監されているスー・チー氏は16日までに外部に移送されたということですイギリスの BBC ビルマゴバは軍の報道官の話として スー・チー氏だけでなく高齢の受刑者や医療が必要な受刑者などを猛暑から保護するための措置だと伝えています移送先などの詳細については明らかにされていません一部の現地メディアはスー・チー氏の健康状態が悪化しているとしていますが一方で17日のミャンマー歴の新年に合わせた御社との関連を指摘する見方もあり憶測が広がっています78歳になるスー・チー氏は3年前のクーデター後に拘束され 合わせて33年のを言い渡されましたが、去年年8月の御社では27年に短縮されていました。この間の少数民族武装組織の構成でミャンマー軍は次第に追い詰められている首都のネピドーでもドローンによる軍拠点への初空襲があったばかりだひょっとするとスー・チー氏の奪還作戦などを警戒しての動きかもしれない。 軍の劣勢はタイの首相すら指摘する状況で流れがはっきりしてきた中国がどう動くかが気になる中国は経済権益だけ確保できれば軍の独裁でも民主的政権でもどっちでもいいと思っているあまりこういう大国の影響力が大きくなりすぎるといいことは何もない国軍が劣勢になりつつある現状ここです C 市に何かあれば国民の反発が大きいそれを考慮したのでしょう日本から軍部 軍部関係会社に補助金、撤退する日本会社も多いが残る会社も軍事政権がが倒れるるをを見据えててとと、とのここ平和な日が来ることを願っています。もともと市民の支持を受けていない国軍は現在武器を持って立ち上がった市民や反政府勢力の激しい抵抗によってこれまでになく劣勢に追い込まれているこうなると心配なのは。 市民から支持を受けているシンボル的存在のスー・チー氏をなんだかんだ理由をつけて死ぬまで老木に入れておけばよいと思っていた軍事政権がここへ来て極度に焦り始め独裁者による恐怖政治の常としてプーチンのように病気に見せかけた工作をしてスー・チー氏を亡き者にするつもりなのではないかということ移送先はね微動内ですがスー・チー氏らを刑務所ではなく邸宅での軟禁にするためですね国分に対する姿勢の軟化や 何らかの協力を引き出スー・チー氏はミャンマーの最重要人物で出られると困るしかといって暗殺なんてする特ウレターの正当性を失うんですよねそもそも国軍からしたら指導者の娘なので南京が一番都合がいいんです奪還されても困りますから日本でいうごしょ日を抑えるみたいな感じですね民主化に向かうためには経済成長が先決だが。 それには経済運営に長けた人材と数十年という時間が必要で、数値三世代だけで達成できるものではありません。つまり、自分が苦手とする経済を他の閣僚に任せたり、自分の碁を託すことのできる後継者を育てたりできなかったことに、失敗の目があったのだと思いますなんとか自分が生きている間に民主化に道筋をつけようと焦って、韓国軍のギアを上げてしまい、自ら国軍の介入を招き込んでしまいました。 中国や少数民族武装組織に足元を見られていたことも国軍から見放された原因でしょう。先発のテイン・セイン政権の自由化路線を継承し、国軍の虎ノーを踏まぬよう安全運転に徹した好調なリリーフ登板だっただけに、焦りによる急な崩れで降板を余儀なくされ、後につなげられなかった,たことが悔やまれます。すすするる前長く交流ささされれていいたたロシアののがが移送されたのを思い出す暗殺まさかそんな憶測が多発する中 この件と結びつけたくないが、当局によってスー・チー氏の側近の2人はすでに殺されている事実がある。ロシアもミャンマーも政権の絶望的な安定のためなら手段は選ばない。だがロシアと違い、政府への一般国民の意気感が増大しているのもある。国軍の政府が機能を許されていない中、武装集団の構成が抑えられるどころか、国軍を押し返す流れが強くなってきた。国軍の焦りは当然あるだろう。体制にとっては大切な選挙もこうしたにより、延期・ また延期のの繰りり返ししで、国家とてては成り立っいいないのもある。数値不在で強引な国政選挙に出るのか、引き続き続の報道に注視したいです。ロシアの一件を見て、非難はされるものの、調査も難しく、国際情勢的に今は制裁も免れる可能性が高いだけに、このままなきものにしてしまおうという考えに至ってもおかしくない。年齢からしても自然し、寿命、病と言い訳はロシア以上に簡単だ。 とにかくロシアや中国のやり方をしても、おがめなし、ということが通ってしまえば、そういう世界にならざるを得ない、為政者にとってそれ以上に都合のいい世界はないのだから。ミャンマー、ネピドーの天気を見ますと、連日、最低気温は26、7度で最高気温は40度に届く、届かないみたいな猛暑が続いているようですし、猛暑から保護するためという説明も納得というか。 日本の夏のマックスの暑さが4月ですでにというのは慣れているでしょうけどきついスー・チーさんもう78歳なのねスー・チーに代わる人物が現れることを期待したい個人的にスー・チーの人間性には大きな疑問がある日本政府もスー・チーは嫌いなはずだノーベル平和賞は欧米に都合のよい人間が選ばれるだけなのでミャンマー国民はそんな安っぽい白に騙されてはいけない 真の指導者を求めるべきだろうイギリスのスー・チーさんの御殿に住んでいて、大工やっているつぐおさんの極端な出来の悪さと、真面目だがパッとしないアメリカ在住の長男さんがいて、どちらも一応お母さんのことは心配しているけど、ミャンマーに関わり合いたくないし。 ミャンマーのためには戦いたくないという姿勢なんだよねちなみにこの2人の息子は不仲なんだよねお互い連絡先を知らないらしいこの方かなりの高齢なので何らかの病気ということは十分ありえる話です今回は違うのかもしれないが78歳という年齢を考慮すれば XD はいずれやってくる問題はその後に何が起こるか結局 目立った事件は起きなないいかもしれない少数民族との衝突はありだろうけど悲しいかな世界レベルのニュースではそんなに取り上げられない実際現状がそうなのでただしミャンマーを従えたい共産党中国が動き出すきっかけになるでしょうミャンマーはろくでもない軍事政権のならず者の集まり国連軍があればすぐにぶっ潰すが利害関係がないとアメリカでも動かない。 まして機能不全で死にかけている国連など慈善団体にすぎない世界の警察どの国もルールを守らせるには世界政府政府軍 警察が必要だか屋根にに穴のの開いいた家に雨宿りししてて我慢している今の現状。ミャンマー軍事政権を応援してるのは日本をはじめ64カ国最近ではロシア中国も応援してるロヒンジャをはじめ少数民族が国軍に抵抗し優勢をお示すようになってきた日本政府はこれからどんな日和見対応をするのかしっかりと反省してミャンマー民主化に向けて応援しなければならない その前に日本から援助を受けてた者たちどこへ逃げるなかなミャンマーの問題は民主主義にとって重大な問題です本来なら日本政府が先頭に立って国際社会に訴えなければならないと思いますミャンマーの軍勢を支えているのが中国であることからも中国の本質がわかりますアメリカは民主主義というご旗で ヤバイ政府や人を互いに手を組んでヤバくても民主主義国家の数を増やすだけが目的で目的のためには手段を選ばずその国が混乱してもプロパガンダの嘘も必要だと思っている節があるだが今回は善人の数値遺産さんが選ばれたがその国の風習や現状に合ったソフトランディングで進められ豊かで人権自由になればと思う。 ミャンマーって民族の関係が複雑なようですね。日本にいる偽装難民も日本にいるからミャンマーという作りで過ごしているものの、同国内では無関心。 みたいな、スーチーさんモロヒンギャに関してはひどいことをしたとかしないとか難民のふりをして多くの若者が他国に稼ぎに出ているようでは国軍のやりたい放題いい国になれるわけがないマサーテレサにしろこの人物にしろ日本では善人的な報道はかりで非常に良いイメージが形成されてしまっていますが海外では悪行の方が知れ渡っていたりしていて全く善人と思われていない地域もあったりしますが日本のメディアって本当にダメだと思う。 多分未だにメディアが世の中を作っている的な感覚と怒りがあるんじゃないのかなスー・チー女子は存外政治手腕が全然ダメであり民主主義をというだけの人だとタイ人が言ってました買いかぶられてるとも言えるそうで国を発展させるにはある程度の強権政治も必要であり 政治手腕どころか経済運営も全然ダメなスー・チー女子をいただいている限り同じことが何度も起きるだろうと中国がこれだけ入り込んでるのも欧米や日本に対してのスー・チー女子の態度が悪くて日本大嫌いだそうですその感激を塗って中国が深く入り込んでいるこれが真実だとかもうスー・チーさんは過去の人なんじゃないのミャンマーは独裁国家であり海外企業は投資すべきでない 人権無視の国であり投資対象国ではなく軍事政権に圧力をかけ内戦を起こさせスー・チー氏を解放するべきだ国家としての最低のことがなされていない場所だ世界から独裁者をなくすべきだスー・チーさんはスー・チーさんで独裁気質なのが難しい点君臨しようという野心がある次世代へつなぐ器が欲しい。 スーチー氏はロシアの反対制派ナワリヌイ氏と同じような恐れを感じます。日本政府はミャンマー政府に対してスー・チー氏の身柄を懸念するぐらいなコメントを発するべきと思う。極士による国際社会の糾弾を避ける方便そもそも財界と癒着していた軍部にクーデターを起こして国際社会の孤立を招く合理的理由が未まだにわからない。何がしたいんや日本のマスコミは チー氏を持ち上げすぎです。結局この人も独裁志向でしたからね。この人がトップに立っても中国べったりは変わらないよ。